はい、川口駅からの殿です。本日は、液体窒素の、ご紹介させていただきたいと思います。液体窒素は、ご紹介の中のガス失礼しました。皆さんこんにちは、川口駅からの殿です。本日皆さんにご紹介するのは液体窒素です。液体窒素は、弊社の取り扱いガスたくさんやってますけれども、その中の一つ、窒素ガスが液体になったものが液体窒素です。とっても冷たい、冷たいどころかもう、凍えてしまう、さらにその上何でも凍ってしまう世界のマイナス196度というとんでもない極低温、そういうものが、皆さんのこれから、皆さんの前に登場しますのでお待ちください。では早速ご覧いただきましょう。これちょっと液体窒素の、ね、専用容器なんですけど、液体窒素では早速入れていきますよ。この容器マイナスの196度の液体窒素が入っても大丈夫、割れたりしないんですね。いきます。これも液体窒素専用容器、この中に液体窒素入ってます。いきます。マイナス196度と私たちが今、暮らしている、常温といわれる、20度25度プラスの20度25度との温度差が優に200度を超えてるんですね。そうすると今ジャボジャボ入れてザワ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 、これ沸騰してるんですね。フライパンの上の水と同じように液体窒素は騒いでます。液体窒素はマイナスの196度ですから、容器がプラスの20度、その温度差200度以上が、容器の温度がだんだんとこう冷えてくるとこのようにだんだんね落ち着いてくるんですね。ちょっとごめんなさい、動画の距離感があってうまく見えないかもしれないですけど、サイダーのコップの下のような感じで気泡がね、じわじわじわ出てるのがだんだん落ち着いてきて、液体窒素が容器の温度とバランスが取れて、マイナスの200度が馴染んできて、今液体窒素の、容器の中でようやっと、もう沸騰もね落ち着きましたかね。今日はとりあえずここまで。次回液体窒素にあれを入れてみます。ではまた来週。